友達を増やそう。友達検索機能はですね、2013年、昨年の11月中旬までだったと思うんですけど、ホームを開くと、ちょっとホーム開いてみましょうか。ですね。ホームを開いてですね。昨年まではね、この辺にね、友達検索ってのがあったんですよ。それ突然消えちゃったんですね。それで、はたっと困って、まあ、ここに書いてあるようなね、やり方を、まあ、ちょっとめんどくさいんですけども、友達の名前を入れてね、検索するっていう方法を、まあ、推奨したんですけども、最近ですね、もっと簡単な方法、前と同じようなですね、簡単な方法を見つけたんですよ。で、それで、今日はビデオの方はですね、こちらの新しい方法、というか、もともとあった方法なんですけど、こちらの方をですね、紹介したいと思います。で、ここの URL をね、クリックしていただいて、このようなページ、前と同じようなね、この画面が、これ見つけたんですよ。それでね、ここには名前とか、出身地、住んでいる場所、共通の友達、性別、年齢とかね。まあ、こういったことでね、検索できるようになったんですね。できるんですね。で、住んでる場所。私の場合、こう、千葉県白石ですから、もう最初から出てるわけですけども、ここに別な地域でもね、例えば隣の、千葉県、船橋市と、こう入れます。そうすると、こう、千葉県の船橋が出てきますので、クリックするわけなんですね。そうするとね、こうずっとこう、船橋にいらっしゃる方が、こうやってあるわけです。これ便利ですよね。いちいち名前調べなくてもね、どん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 出てきます。で、これが友達になっていけばいいんですけど、ただ友達になるときは、やっぱり注意しなきゃいけないのはですね、まあ、なんとなくこの人いいんじゃないかなっていう場合はですね、どの人良さそうかな。例えば、まあ、この方、幼いさんですかね。で、この方をちょっとですね、いきなりね、この友達になるっていうのを押しちゃダメなんですね。必ずね、これを押してね、見るんだけども、またもう一回このページに戻ってくるって大変なんで、これをね、こうやってコピーするんですね。名前をね、コピーします。そして別なページを出していきますね。こちらの方でね、貼り付けて、エンター。まあ、エンターキーを押します。そうするとここに出てきますよね。ここで別な、こっちにさっきのページ残ってますから、これ。ね、残ってますから、こちらのページで、別のページで出します。で、友達になる前にね、必ずですね、まず基本データ必ず見てほしいんですよ。そしてね、本当に船橋、あ、住んでますね。そして、共通の友達、いますね。それから写真とかですね。友達、すべての友達。ちょっと友達、この方はね、友達の人数は出ておりませんけれども、私の知ってらっしゃる方も何人もいらっしゃいます。で、すべて表示っていうのを出します。この方は結構ね、Facebook やってらっしゃいますね、こうやって見ると。ね。で、あ、この方だったら友達になってもいいな、思うわけです。で、まあ、すぐまだ友達になるんじゃなくて、もう一回タイムラインを見てね。友達になる前に、これシェアになってるからね。シェアの場合はね、ちょっと最初からシェアするわけにいかないんですよね。そういった場合にはタグ付けをします。ここを例えば開いて、写真にこの方はタグ付けできますから。例えばここに、これバラですかね。これ私。そしてタグ付け完了。私の名前が出ました。そしてね、元に戻ります。本当はね、コメントとかも書きたいんですけどね、ここ、友達にならないと多分ね、コメントとか書けないんでね。まあ、1日に9人ですからね、まあ、友達になるっていうのを押します。その前にね、ちょっとテンプレート出しておきたいんですけど、この一番最後のページですね。一番最後のページの、ここですね。メッセージのテンプレート集。まあ、こちらの方はですね、Excel なんですけど、こちらメモ帳版がありますからね。こちらの方で出してもらって、ですね。プログラムで開いて、メモ帳のテンプレート。初めての人に友達にリクエストをした場合、クリックして、友達リクエストをするっていう。一応ですね、こうやって、この部分をですね、
まあ、いくらもないんですけど、これをコピー。コントロール C とかね。コントロール C でもいいんですよ。これコピーね。していただいて、メッセージ。友達になるを押します。そしてメッセージ。で、ここにね、名前を入れます。さないさん。名前だけ、名字だけですよ。そして、あとはね、ここで貼り付けます。ね、そうすると、幼い様、はじめまして、友達リクエストさせていただきましたので、ご迷惑でなければ、よろしくお願いいたします。じゃん。送信します。これだけなんですね。で、また次はですね、今これ一人やりましたけど、じゃあ次の方、どの方にしようかな。伊藤さん、どうですかね。伊藤さん、これまたね、元に戻るの大変だから、これでコピーします。これね、コピーして、そしてここに貼り付けます。ここでもいいんですけどね。ここに出てきますので、ね、この方を見ます。そしてね、また基本データを見ます。どんな方なのかな。船橋住んでますね。大丈夫ですね。そしてずっと見て、友達を一応チェックしていきます。同じ。共通の友達ってこの人はあんまりいないんですね。すべてに。でもまあ結構友達いそうですね。まあいいかなって感じですね。そして、そこそこやってらっしゃる。で、伊藤さんの今度はですね、ここに。今度はいいね、コメントするがついてますね。で、いいねはガンガンしちゃいましょう。いいね。いいね。いいね。ね。いいねをどんどんします。そしてね、コメント1個ぐらい入れとくといいですね。夜食しながら、これいつなんですか ?20 時間前、昨日ですね。これは、伊藤さんですね。は、今後も、お願いいたします。これ書いてですね。で、ちゃんとこれ。あ、これはですね。で、エンターキーでいけばなんですけど、エンターキーできましたね。コメント書いてきます。それからね、こういうふうに、いいねとかね、コメントとか書いてから、それから友達になる。ダンと押します。そしてメッセージ。また来ましたからね。さっきのメッセージどこ行ったかな。これをね、もう一回コピーしといて。そして伊藤さんの、伊藤。これだけ入れてね。あとは、貼り付けて送信と。これでも今日二人終わったわけですね。こんな感じで、どんどんね、例えば船橋市、近所。できるだけね、自分の住んでる近所にね、近所の都市の人と友達になるととてもいいと思います。まあ、それを理由はね、例えば、私の場合はね、まあ、全国ネットだから別に近くじゃなくてもいいんですけれども、近いとね、まあ、なんやかんやね、便利なんですね。例えば、実業されてる店舗がある。まあ、こういった方は当然、自分の店に来れるようなね、また自分の会社に頼んでくれる。まあそういった方々っていう、やっぱり近い方がいいわけです。お客さんになりやすい。それから、例えばですね、全然こう、インターネットだけやっててね、近所関係ないやと思ってる人がいるかもしれませんけど、例えば、船橋市とかね、この辺、鎌ヶ谷市とか白石とか、まあこの辺だけで例えばね、100人、200人、300人っていう友達がいればですね、何かイベントをやりたいとかね、まあそういったことでもね、すぐに集まりやすいですから、できるだけ近所のね、友達を、作っていただければ、今後とも皆さんのビジネスにね、すごく役に立つと思います。まあこういった形で、どんどん友達、1日ね、9名までですよ。9人までね、皆さん頑張って友達を作ってください。で、またね、友達になって相手の方からね、承認が出てね、いいですよって言ったらしばらくね、いろんなこうメッセージやり取りとかね、やって私はこんなことやってます。私もこんなことやってますとかね、お互いに自己紹介して、まあそのうちにですね、
私たちがやってる仕事のね、内容をね、お伺いを立てて、それから初めてね、向こうの人が興味を持ったら URL 入りの文章を送ると。こういった形に持っていってください。これが友達の、地域のね、友達の作り方です。